川崎競競馬メインレース第11競争を迎えました富士見オープンは3歳以上オープン距離 2000m 出走9頭2番キャッスルクラウン和田常司騎手に騎乗変更になっています向正面からコースを1周半いたします 2000m 富士見オープン枠入り最後8番の宮島ッキー9頭目ゲートに収まります準備完了 スタートしました横一線綺麗に飛び出しました9頭です外から9番のガヤルドやはりこの馬が先頭に立っていきました2番手6番のキングに3つ1番のエスケイアリール5番のマルヒロナッツ王3番手4番手で1周目3コーナーカーブに入っていきますうちにコースを取って8番の宮ヤマッキーが5番手 それから7番浅草スターズ2番のキャッスルクラウン後方は4番ペンシャゴンジセシンガリ3番のシャドーチェイサーです少し縦長い展開でスタンド前直線に出てまいりました先頭は9番のガヤルドリードを2馬身半3馬身ぐらい取っています 前走も今日と同じ距離逃げ切っての勝利があります9番ガヤルド先頭2番手6番キングニミッツ外から7番の浅草スターズ上がっていきました流れが落ち着いたところで7番の浅草スターズ一気に押し上げて2番手に上がっていきます3番手キングニミッツその後ろ1番エスケンヤリール5番のマルヒロナッツ王それから8番の宮島ッキー4番ペンシャゴンジセ2番キャッスルクラウン後ろから2投目最後方3番シャドウチェイサー前は向こう上面に出ました 先頭9番のガヤルド変わりませんリード1馬身半から2馬身2番手7番の浅草スターズその後ろから6番キングニミッツ5番のマルヒノナッツを迫っていきます2番手集団が3頭前のガヤルドを追っていきました2馬身半相手1番エスケンヤリュール内から8番の宮島マッキー外は4番のペイシャゴンジセ後方は2番キャッスルクラウン最後方3番シャドウチェイサーで変わりませんペースが速くなって3コーナーのカーブ 先頭逃げる9番のガヤルドリードが詰まって4脚通過2番手、外から7番の浅草スターズ並んでくる3番手1シンハン、一馬新藩、二馬新後ろ6番キングニミッツその後ろに迫ったのは4番ペイシャコンジセ直線コース前の争いガヤルド、浅草スターズ2頭並んだ競り合いに外から迫ってくる6番のキングニミッツさらには1番のエスケイアリエル前は今度は7番浅草スターズ先頭に変わった外からキングニミッツそして1番のエスケイアリエル一気に伸びたキングニミッツ先頭5人 6番のキングに3つ最後は抜け出して人気に応えました7番浅草スターズ2番手か外から1番エスケイヤリュール内は先行して食い下がった9番のガヤルドあまり差のない体勢2番手3番手4番手固まって混戦ンンあとは4番ペイシャ・ゴンジセ2番キャッスル・クラウン8番宮島ッキー続いています11レース富士見オープンが終わりました 道中早めに動いて7番浅草スターズガヤルドを追いかけましたこの2頭が競り合うところ一気に伸びたのは6番キングニミッツゴール前抜け出しました6番のキングニミッツ勝ちました石崎俊騎手2番手はどうやら7番浅草スターズ3番手争いが1番エスケンアリール9番のガヤルド9番ガヤルド1番エスケンアリールの3番手争いが際どい体勢接戦 お買い求めの勝ち馬投票権着順払い戻し金確定までお捨てになりませんようにお願いいたします川崎競馬第12レースの機種変更をお知らせいたします7番サンボルチモア号機場の笹川翼機種は 三輪島信彦騎手に、また、十、